夢ラジオ第1490回、今日は平成31年2月14日木曜日です。時刻は午後1時回ったところ、横浜港北、冬の午後。今日は朝から雲の出た日で、晴れてはいませんね。ただし街は結構明るく、割と遠くの方まで見えますね。ただし太陽出てないので、本当だったら2月の14日、もう春に向けて暖かくなり始める頃でもあるのですが、今日は結構寒い夢ラジオです。1490回目、今回は極東裁判のパール判事、そんなタイトルでお話しします。極東裁判のパール判事、極東国際軍事裁判っていうのが、大東亜戦争の後開かれ、昭和21年から昭和20、何年まででしたか、昭和21年から昭和23年の2年半くらい、極東裁判、東京裁判と呼ばれる場合もありますが、まあ、極東裁判と今回は呼んでおきましょう。そこで裁判官の役割を果たす判事が11名、アメリカ、イギリス、ソ連、中国等々ですね、オランダ、オーストラリア、まあ、いろんなところから判事、その人たちが日本の戦犯を裁くと。で、最終的にはこの極東裁判っていうのは、被告人全員に有罪、そして7人に絞首刑で、この絞首刑は昭和23年の暮れに執行されました。そしてその判事となった、まあ連合国の勝者の国ばっかりからやってきた裁判官、まあ敗戦国の日本の戦争指導者を全員でこう有罪にしたと思いきや、11人の判事の中でたった一人、被告人は全員無罪、まあ、当たり前ですね、これ。被告人は全員無罪と言ってくれたお方、それがまあインドから来たパール判事。当時まだインドは独立していなくて、まあ、イギリスの植民地としてのインドから来た。で、確かにインドは大東亜戦争と関わり合ってもいた。で、フィリピンからも判事が出てましたね。で、このイギリスの植民地から来たパール判事がこの無罪、しかもこの極東裁判の土台そのものを揺るがすような発言を、まあ、当初からやっていたため、イギリス本国代表のそこから送られた判事なんかは、なんでこんなインド人のおかしな判事を東京に送ってきたんだ、対立しましたね。パール判事、最初はたった一人で、けれどだんだんとこのパール判事に心寄せる他の判事も出てきたようで、最終的には被告人全員に有罪判決出たというものの、その少数意見もあったということが、まあ、述べられはしました。パール判事はその
彼独自で判決文を書いていて、そして被告人は全員無罪である、長い判決を書いていたんですが、それをこの極東裁判で朗読してほしいとウェブ裁判長に強く要求しましたが、それは叶えられず、まあ、ただし少数意見もあったということが述べられた。ただこれだけでも画期的ですよ。全員一致で被告人全員を有罪ではなく。パール判事の発言は実はいちいちもっともで、それは私たち日本人から見て日本に対して好意的な態度をとってくれたという意味でなく、当時の国際法、いや当時じゃなくても一般的な法律解釈という点ではパール判事に明らかに分がある。平和に対する罪、人道に対する罪、このような罪で戦犯たちは裁かれたんですが、そもそも大東亜戦争が始まり、そして遂行された時にこのような罪の概念はなく、国際法上もなく、そしてこの平和に対する罪だの、人道に対する罪だの、このようなものが、罪概念、法概念として導入されたのは、ニュルンベルク裁判、つまり戦後のドイツの戦犯たちを裁くあの裁判から、そしてそのニュルンベルク裁判がとりあえず結審し、で、まあ、そのノリで極東裁判もささっとやっちゃおうよと。ところがこの極東裁判においては、この平和に対する罪、そして人道に対する罪という当時なかった概念を後から持ち出して、そして遡るということがダメだ。法の不遡及と言いますね。事後法はダメだとも言いますね。これは法のいろはのはずなんですよ。法を遡及してはいけない。事後法で裁いてはいけない。ですからその意味においては、ニュルンベルク裁判でもこの話は徹底的に議論されるべきだったんですが、言っちゃなんだが、ナチスドイツのやったことがあまりにもひどかったので、もうニュルンベルク裁判ではそのどう見ても平和と人道に対する罪が後から作られたにせよ、なんとなく当てはまってますね、しょうがないですねという感じであまり話題にならず、けれど、この極東裁判においてはですね、日本人を裁くとき、日本人はナチみたいに収容所なんか作ってはいないし、そして捕虜の虐待というものも、まあ、ほとんどは、なんて言うんでしょう、虐待というよりは、同じようなことをそばにいた日本人もやっていたけど、アメリカ兵だの、フィリピン兵だのがバタバタ倒れたとか、もしくは南京大虐殺のように、もう、便衣兵と通常の兵士とが分からなくなり、これは日本のせいではないですね。そしてその中で戦闘を続けねばならなくなって、そして捕虜の扱いに困った末の、まあ、事件というんでしょうか。まあ、ですから、例えばフィリピンにおいて、日本軍がいろいろと殺害はしただろうし、南京においても日本軍はいろいろと殺害もしたでしょう。ところがそれは戦闘地域における殺害であって、そんなこと言うんだったら沖縄でアメリカ軍は何人県民を殺害しましたか、あるいはガダルカナルでアメリカ兵は何人日本兵を殺害しましたか、硫黄島はどうですか。結局この事後法ですよね、それで裁こうとしているこの裁判自体がおかしいですよねということを最初にパール判事言い始めて、それで実は極東裁判の土台がぐらぐらっと緩いで、そして結局認められることはなかったんですが、パール判事はその2年半の極東裁判を通じて、まあ、この裁判のその土台のいかがわしさから始まり、
まあ、国際法の専門家としてね、パール判事は国際法の専門家でしたから、その専門家としてこの裁判が実におかしく、そして被告たちは国際法に対して何ら罪は犯しておらず、日本の戦犯たちですね、だから無罪という。もちろん誤解してならないのは別に日本びいき、もしくは親日派だったからパール判事がそういう判断を下したんではなくて、なんて言うんでしょう、パール判事も例えば日本軍がね、そのさっきお話しした捕虜の虐待では、まあ虐待と言っておきますが、捕虜の虐待では実に残酷であったとか、あるいはその中国大陸で日本人はやはり筆舌に尽くしがたい悪業をやったみたいなことも、まあ、しっかり述べてはいるんですよ。ただし、そういう戦闘地域におけるそのような悪業をですね、いちいち言うんだったら、欧米諸国も一緒だし、何も今次大戦に限らず、19世紀あたりから、もっと前から西欧の列強は、そのアジア植民地に対して、もう今の日本軍ですよね、今次大戦の日本軍とは比べ物にならないような残虐と非道を繰り返してきたではないか。あ、これも正論。そしてこんなことを言われるとアメリカもイギリスもオランダも困るんですよ。その通りだから。しかもだんだん時が経つうちに正論であるがゆえにそれなりに賛同者も出てき、けれど、まあ、少数意見であるに変わりなく、極東裁判も結審し、パール判事の少数意見は、そんな意見もありましたね、だけで中身が報じられることもなく、今の日本人は彼を知らないと。事後法で裁いてはいけません。この当たり前のことが行われない極東裁判はインチキ裁判です。それは今、現代の私たちもはっきりそう見つめるべきなんですよ。そして実は極東裁判そのものは、日本史でも世界史でも高等学校の教科書に出ておりますが、そのインチキであるということをしっかり書かねばならないのに、まあそんな記述はありませんね。そしてパール判事の存在についても日本は教育の中で取り上げればならないのにありませんね。今の高校生にパール判事って知ってる？誰も知らない。大学生も知らない人ばかりでしょう。その後何回も来日したんですね、パールさんは、戦後になって。けれどその戦後の日本がですね、この極東裁判というインチキなお話を鵜呑みにして、まあ、GHQ の洗脳がうまくいったということもありますが、もういいダクダクとね、卑屈に自虐に、敗戦国史観を受け入れて、その後の国際社会でもえへら笑いしかできなくなっていることを見て、大敗、堕落、こんな言い方をしましたね、パール判事は。戦後の日本を、特に若者が、例えば国際政治においても、外務省、日本のね、その極東裁判開いてくれてありがとうね、極東裁判を開いてくれてありがとうみたいなことを発表していると。しかもわざわざ英語で、私たちはもう二度とあのようなことは繰り返しませんみたいなことを言い、これって何だと。だからね、東アジアの健常の美徳もここまで来ると情けなくなるみたいな、いや、その通りですよ、パール判事、よくそう言ってくれた。戦後の日本人は基本的には卑屈なんですよ。国際社会で何にも言えない。ただ、お金儲けだけはした。広島の訪問の時にもね、過ちは繰り返しませんとかね、過ちは繰り返しませんの主語誰やっていうのはよく話題になりますが、やっぱパール判事、さっとこの主語は誰だっていうのをやっぱ聞き、そしてそれがぼんやりと日本人全体が主語で、そして日本人全体が過ちは繰り返しませんになった場合、一体大東亜戦争が過ちだったのか。やっぱこれもよく言ってくれた。どうして外人に言ってもらわないといけないんだろうか、インド人に言ってもらわないといけないんだろうか。
戦争はないに越したことはありません。そして戦争は残虐なものですがですね、その戦争をですね、実はいいとか悪いとかは言えないんですよ。日露戦争どうですか、日露戦争が良かったとか悪かったとか、あるいは例えば普仏戦争が良かったとか悪かったとか、あるいはスペイン継承戦争が良かったとか悪かったとかは言わない。戦争とは人間の歴史にあるものだから、そして起きてしまったらその交戦国はそれこそ全力で戦うわけですよ。特に20世紀になってから総力戦ですから、日本も国民一丸となって戦い負けたわけですね。それが良かったとか悪かったとか言えない。後の罪で裁くことなんかもできない。もちろんね、こういうことはあっていいと思いますよ。その反省に立ち、戦後に人道に対する罪、平和に対する罪という概念を国際法上確立し、そして今後起きうる戦争に対してはこれを罪を適用しよう、これはあっていいと思うけれど、ですからイスラエルでね、戦後十何年20年ほどで起きたアイヒマン裁判も全くの茶番。アイヒマンはその人のやったことがいいか悪いかはともかくですね、別に当時のドイツでやれって言われたことをやらざるを得ないからやっただけなんですよ、俺はね。そしてしかもアイヒマンが実際に自分でどんどん人を自分の手で殺していったというならともかく何にもしてない。そういうこともあるいは収容所の実態も全く知らなかったようですね。これは事実でしょう。アイヒマンが実際には収容所に行ってどんどん殺されていくような場面も見聞きして、そしてよしこの殺害をですね、もっと早めようとかなんとか思いながらハンガリーに帰ってきて、ユダヤ人をどんどん移送した、そんなんじゃないわけです。事後法で裁いてはいけない、これは何度も言いますが法律のイロハであり、それが全くなされなかった極東裁判はまあダメな裁判。そしてしかも驚くべきことに、さっき11人の判事と言いました、この中で国際法の専門家は実は今回取り上げているパール判事だけで、あとはみんな刑事訴訟の専門家みたいな人ばっかりが呼ばれてるんですよ、どこの国からも。というより当時の国際法のレベルはというとそんなレベルだったんですね。専門家がどこの国にもあんまりいない。このインドのパール判事のこの判決はやっぱり植民地であるがゆえにね、長い間、そしてイギリスにいかに可憐中級というんでしょうか、ひどい行いを何百年もやられてきたインド人として、日本人がそれを解放してくれたという側面をやっぱりしっかりと見て、そしてイギリス人にあるいはアメリカ人に日本人を裁く権利あるんかという植民地側からの強い個性を持った発言を、しかも当然の発言をしてくれたゆえのこと。だからフィリピンの人ね、判事もそんなこと言えばいいんだけど、フィリピンだってスペインだかアメリカだかにむちゃくちゃされたわけですから。だけどフィリピンにそれだけの個性もあるいは文化の厚みもない、アメリカやイギリスに言われることをへえとか言いながらこの極東裁判でも言っただけなんですよ。日本人の残虐言うんだったらアメリカ人のもうあるいはスペイン人の数倍の残虐言わないのはなぜか、フィリピン人が。極東裁判のパール判事、曇りなき知性の目で極東裁判を見ればどう見てもおかしいというのをしっかりと素直に言ってくれた。まあ辺りが全部歪みまくってておかしい状況だけに、その発言は勇気ある発言であり、しかもそれをさまざまなプレッシャーあったにもかかわらず跳ねのけて言い続けてくれた。しかもやはり日本人としてはありがたい発言ですよ。もっと私たちはこのパール判事のことを知り、彼の発言の中身を考え、そして国際法とは何か、歴史とは何か、戦争とは何か、そして極東裁判とは何だったのか考えるべきでしょう。
夢ラジオ1490回目、今回は極東裁判のパール判事取り上げました。もうすぐオンラインの授業が始まります。今日は教授の女子が受けに来ますね。